はい、今回の動画は Excel でどんな関数や数式が入っているのかを一発で調べる方法をご紹介します。で、Excel で例えばですけども、他の人が作ったようなファイルでどんな、ね、関数とか数式が使っているのかを調べたいといったときに、もちろん、ね、自分で一個一個その関数が入っているであろうセルをですね、チェックしていってもいいんですけども、実は Excel ではショートカットキーを使うことによって一発でそのファイルの中にどんな関数とか数式が入っているのかを調べることができます。それでは早速そのやり方ですけども、キーボードのコントロールキーを押したままシフトキーを押してもらって、アットマークのキーを押してください。はい、そうするとこういった形で関数とか数式が入っているセルがですね、そのね数式の結果ではなくて、どういったね関数とか数式が入っているのかをですね表示しますんで、まあ、今回でいうとこのサム関数がですねここにね入っているというのをね、まあ、一発で調べることができます。で、この状態を元に戻したいときは同じくコントロールシフトアットマークで元の状態に戻すことができます。はい、といったことで今回の動画では Excel でそのファイルの中に入っている関数とか数式を一発で調べる方法をご紹介しましたけども、最初にも言ったように自分が作ったファイルではなくて他の人が、ね、作ったようなファイルでどんな、ね、関数とか数式が入っているのか調べたいという、ね、ケースがあると思いますので、そんな時に、ね、使ってもらうとすごく便利なんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。